タバコは体に良くない今さら別にニュースでもないけど喫煙の危険性は何十年も以前より知られているでも実際タバコはどのように害を及ぼすのだろうタバコの成分が身体に吸収されていくと何が起こるのかそして目立たなく禁煙をするとどれだけ体に良いかを見てみよう一服するたびにタバコの煙の5,000以上の化学物質が体内組織に触れることになるまず黒く樹脂製の物質であるヤニが 歯と歯茎を覆い始めエナメル質を傷つけそして虫歯を招く長い時間をかけてタバコの煙は鼻の中の神経終末を傷つけ嗅覚障害を引き起こす気道および肺の内部ではタバコの煙は感染症の可能性を高め気管支炎や肺気腫といった慢性疾患も引き起こすこれが起きるのは細かな毛のような構造で気道を清潔に保つ役割を果たす専門を傷つけることで起こる タバコのの煙はその後、肺胞は肺と血液の間にあり酸素と二酸化炭素の交換を可能にする小さな空気の袋一酸化炭素と呼ばれる有毒ガスがその白膜を通過して血液中に入りヘモグロビンと結合し通常は全身に運ばれていた酸素にとって変わるこれは喫煙が酸素欠乏や息切れを起こす一因となっている。 10秒ほどで血流がニコチンという興奮剤を脳に運び、ドーパミンやその他の神経伝達物質の放出を引き起こす。そこには多幸感をもたらすエンドルフィンが含まれるため、喫煙は極めて高い中毒性があるのだ。タバコに含まれるニコチンやその他の化学物質は同時に血管の収縮を引き起こし、血流を減少させて繊細な血管の内皮細胞を傷つける。これらの血管は血管壁の飛行をもたらし、 血小板の接着性を高めさらには心臓発作や脳卒中を引き起こす血栓が生じる可能性が高まるタバコに含まれる多くの化学物質はがんを形成するような危険な変異を DNA に引き起こすさらにヒ素やニッケルのような成分は DNA の修復プロセスを妨害する可能性があるため多くのがんと戦う身体の能力を損なうことになる事実米国内でがんによる死亡の3分の1は喫煙が原因だ しかも肺がんだけではない喫煙は複数の組織や臓器でがんを引き起こし視力を奪ったり骨を弱めたりもする女性は妊娠が難しくなり男性は勃起不全を起こす可能性があるだが禁煙した人には大きな利点があるほとんど即座にしかも長続きする健康がもたらされるのだ喫煙者が最後に吸ってからわずか20分後に心拍数と血圧は正常に戻り始める 12時間後には、一酸化炭素のレベルは安定し、血液の酸素運搬能力が増加。喫煙をやめて1日経つと、血圧と心拍数が正常になり、心臓発作のリスクが低下し始めるのだ。2日後には、嗅覚と味覚を司る神経終末が回復してくる。約1ヶ月後には、肺は健康になり、咳や息切れが少なくなる。軌道と肺の専門は、数週間以内に回復し始め、 9ヶ月後には回復し、感染への耐性が高まる。禁煙1周年記念日までには、血管の機能が改善するため、心疾患のリスクは半減する。5年経つと血栓が形成される確率が劇的に減少し、脳卒中の危険性は減少し続ける。10年後には致命的な肺がんの発症確率は50%減少。おそらく身体の DNA 修復能力が再び回復するからだろう。 15年間で冠動脈心疾患を発症する可能性は非喫煙者のそれと本質的に同じになる一方で禁煙はそう簡単ではなくニコチンの禁断症状として禁煙が不安やうつにつながる可能性があるのだだが幸いなことに通常はそのような影響は一時的なもの増え続けるツールのおかげで禁煙はますます容易になっているガムによるニコチン代替療法スキンパッチトローチスプレーは 喫煙者がタバコをやめるのに役立つかもしれない。それらは脳内のニコチン受容体を刺激し、他の有害物質を服用することなく禁断症状を防ぐ。カウンセリングや支援団体、認知行動療法、中途の運動も喫煙者をタバコから遠ざけるのに役立つ。良いニュースだね。なぜなら禁煙はあなたと体を再び健康な道に導いてくれるのだから。 今よりももっと健康的な習慣を身につけたいですかそれなら、これらの動画をご覧ください。そして、体に取り入れるものが脳に影響を与えることについて学びましょう。